アガシ v s サンプラスは1990年代に世界ランキング1位だったアンドレアガシ、ピートサンプラス2人のテニス選手の対戦記録である。サンプラスは286周、アガシは101周トップランクに在籍した。2人は1989年から2002年までに34度対戦し、サンプラスが20勝をした。グランドスラムでは5度決勝で対戦し、 3プラスが4勝した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。合計成績は直接。 対決前後オープン前仏オープンウィンブルドン全米オープン年間最終ランキングありがとうございます